はい、グッチョーエビワン、アイムアオフィッシングチャンネル。はい、カジカ釣り最前線。まあ前回に続きですね、今日の釣果はなんか今日人生初のわらづかと超重てタイヤのチューブでした。これ重てえわ。あーっとっとっと倒れる。なんでわらづかなんだろうな。30センチぐらいのカジカかなと思ってちょっと期待はしたんだけど、そりゃあもうフォルムも貸しがあるわな。心が折れた。なんか次カジカ釣れたら、あ、タイトルを変更できるかもしれないけど、まあこのまま行くとこの状況はカジカで終わりそう雰囲気ですね。なんか波の予報が3メートルとか5メートルっていう話になってたんですけど、なんか波のシミュレーターとかいう、なんかそういうなんかそれが分かるサイトで見たら、なんかこの辺の海域は同じしかりはちょっと波がなかったって言って、風はなんかちょっと強くて当たりがよく分かったんですけど、まあまあ